さあここで総合学習が、うん、授業があるということですけど、はいはい、で先ほどもお話ししましたけれども、はい、並木神社商店街につきまして、はい、うん、5年生の勉強が行われています、はい、ということで早速入ってみましょう。並木神社商店街をより良くするためにフロアいっぱいチームからよろしくお願いします。花が好きな人や興味を持った人が散歩などで並木神社商店街のお店に寄ってくれると思ったからです。おばあさんは座りました。ですが太陽の光でますます疲れてしまいました。おばあさんは考えました。このベンチに太陽の光を防ぐものがあったらどれだけ快適だろうな。こんな願いを叶えてあげたいと思いませんか。僕たちが並木銀座商店街活性化のためにホームページは必要だと思います。サイトを使うと QR コードや実際に検索すると出てくるように公開することもできます。気持ちを込めて掃除をします。ポスターを書きました。みんなで協力してテキパキと掃除をしたいです。私たちは看板を設置することを提案します。今から劇をします。スライドにも注目してみてください。昔の並木にはどんなお店があったの。お母さんも知りたいな。昔はたこ焼き屋や駄菓子屋もあったな。看板作って並木を宣伝しようよ。作ってみる。うん。このように私たちは並木銀座商店街に看板を設置することを提案いたします。礼。ちょっと自分が小学生の頃とは全然違う取り組み方というか、大人が考えている本当に入り口の部分も子どものこの年代で考えているので、並木の美味しい店やいいところをまとめた紹介動画を作りたいんです。紹介動画はマチコミメールを利用して保護者限定で広めるという計画です。フリーマーケットの当初は買い物をしに来たお客さんが他の店にもやってくれるということで、並木神社の活性化につながると思います。例はスタンプを思い出を貯めると並木のお店のクーポンがもらえるなど、もう一つは隠されたスタンプを探そうみたいなので、隠されたスタンプを一つ貯めると景品が一つもらえるなどを考えました。商店街が本当にみんなの知恵で、そしてみんなの、アイデア、いろんな協力でみんなでしっかり大事に守られてるんだなっていうのも分かりました。今後とも並木銀座商店街をより良くするために皆さん頑張ってください。お見事でございました。ありがとうございました。